まあ、まずここゴールキックで荒木選手が潰れてくれて、まあ、いいところにエレキがいて、この時にまあ2対3のような状況になって、まあ、俺のところではこの相手の鈴木選手との1対1の状況のことしか考えてなくて、まあ、自分で足元止めるよりもスピードを生かした方がいいなと思ったので、ファーストタッチからスピードを上げていきます。でここでうまく剥がせて顔を上げてキーパーの位置に見たときに、まあ、ファースター狙ったんですけど、結果的に、まあ、また下行ったんですけど、まあ、逆にこのコース内の中でもひねったシュートを打てたことがゴールにつながったかなと思います。まあ、モチベーション高くみんなやってたし、まあ、負けた次の試合だったんで、まあ、連敗は絶対できない試合だったんで、そこで先制点取れたっていうのは、まあ、この試合勝てなかったですけど、まあ、次につながる得点だったかなと思います。まあ、このタイミングで純也くんが上げるのが分かったんで、まあ、自分的には相手の前に入ってヘディングしようというイメージで入ったんですけど、まあ、結果的に狙ってたポジションに入ってたんですけど、逆に下に来たんで、まあ、狙ったという形じゃなかったですけど、うまく反応できて、まあ、この時はチーム的にもいい状況だったんで、うまく入ってくれてよかったかなと。ホームでなかなか今年勝ってなかったんで、まあ、最後はしっかり勝って、まあ、優勝決まってましたけど、みんなで喜びたかったですし、まあ、コウスケ君を最高な形で送り出すためにも、内容も大事ですけど、まあ、とにかく勝ちたかった一戦だったんで、まあ、このゴールが結果的に勝利につながってよかったかな。今シーズン熱い応援ありがとうございました。来シーズンの目標は、J1 で2桁ゴール取ることです。平川優の全ゴール集バイビーノ。高江から高橋大吾、高橋大吾、ここはノーホイッスル、バイヤーのマークでした。さあゴール前エリア入ってくる、反転しながら平川、平川、平川流し込んだ、先制松田平川優。前半の11分になるところ、まずは松田が先制です。1対0。今日注目の平川優を、ね、徹底的に崩すっていう意図 でしっかりそれに反応して平川選手も進入していってますので、まあ、最後ワンタッチで流せるかっていうところでディフェンスも対応したので一回切り返しましたよね。ここでねディフェンス2人対応してるのを見て冷静に平川選手最後流し込みましたね。はい、で予想としてはこういった時間が長くなりそうですかね。そうですね。エリキ左へ、さあ平川が来た、一本のパス左足、先制、前半の11分町田ゴールキックからのボール、中央で受けてエリキが左へ、一瞬の隙を突きました。立ち上がり注目の先制は町田です。ゴールに向いていったので自分で打てるスペースをしっかりと作りましたね。平川選手しっかりとそこをゴールの、まあ、サイドコースをついて、まあ、チーム全体として町田の方が前向きな、リズムとして見れば町田の方なんですよね。これも簡単につながりますし、右に流れたリッチェリューグクロスエリキ、逆サイドに流れます、まだあります。平川、平川コントロール、シュートを打ちました。もうこの、まあ、柳選手がこれ仰いでますけど、柳選手とこのちょうど味方のこの間、うん、はい、最後鈴木後ろに転んだ、こぼれて外して平川だ、狙ってました平川。ここで諦めずに少し対応が難しくなったところでセカンドボールもよく決め切りましたし、まあ、ここまであの正直平川選手ボールを触るシーンが少なかったりとかしてたので気にはなったんですけど、はい、まあ、集中力切らさずにこう狙い続けてゴールも素晴らしいと思いますね。おー、あーシュート、町田3点目、ロングスローから
番狙っていた松井選手の折り返しじゃないですかね。平川のシュートです。ニアサイド松井選手がそらして、そうですね、平川選手ですね。前半戦に続いて平川のシュートが決まりました。松田、そのあたりについては自信を持っていると高橋大吾は言っています。自分の良さが出たゲームだったと熊本戦を振り返ってくれました。ダイレクトのクロス、中流れてきた、ゴール。押し込んだボールは左のポストに当たって、まあ、うまく、ね、最終的には平川が詰めましたよね。あとはこのポストに当たって入るっていうのも、なんとなくこのチームの今の勢いっていうのがこのゴールに凝縮されてるのかなって気がしますよね。はい、